では次がですね、情報発信ではなくてライブ配信です。ライブ配信に関しては、ポイントはですね、コミュニケーション取りと内容、この2つだけ。ポイントは2つだけですね。リスナーとの、コミュニケーション取り、または発信する内容ですね。で、コミュニケーション取りっていうのはですね、相手からいただいたコメントをこまめに拾ってですね、コミュニケーションを取っていく、単純にそれだけです。ただライブをやるとですね、ライブに必死になりすぎて相手のコメントを見逃すというか、スルーしてしまいがちになってしまうことがあります。そんなテンパらずにですね、余裕を持ってやればですね、相手のコメントに反応することができます。ヌントネさんなんかうまいですよね。相手のコメントを拾ったりアクションを起こさせる、これも大事です。アクションを起こさせるっていうのは具体的にですね、いいねを押させてもらい、コメントを入れさせたりするんですが、例えばこれとこれどっちだと思いますか、こっちだと思う人は超いいね、こっちだと思う人は笑うアクションを押してくださいみたいなですね、そういったアクションをさせたりですとか、あとはですね、どんどんコメント欄アウトプットに使っていただきたいですと。で、こう大事なことを言ったらですね、例えば、発信とは、ブランディングとコピーライティングが全てなので、これですね、今聞いている方コメント欄にブランディング発信イコールブランディングかける、コピーライティングと、ぜひ書いてくださいという感じでアクションを起こさせるとかですね、そんな感じでどんどんコミュニケーションを取っていくっていうのが、ライブでは大切。なんで一方的に喋るっていうライブもいいんですけれども、そのね、ちょっと次のスライドになるんですが、この内容とはっていうところで、これ常に言ってます。ライブには3つのライブのやり方があると思っています。3つの、大きく3つのカテゴリーに分けるライブがあると思っています。1つ目がファン化ライブですね。ファン化ライブっていうのは、緩めの発信、緩めのライブですね。例えば僕も久々にこの間香港でライブをやったんですが、あんなのは本当にファンカライブというか、適当なライブですね。ただ自分のキャラ出しライブ、コミュニケーションを取るっていうところですね。で、ファンカライブは別にですね、価値提供っていうのは適当に思いついた時にペラッて喋ればいいので、基本的には自分のキャラ出し発信という感じになります。で、その次ですね、その次は価値提供ライブですね。価値提供ライブ、価値提供ライブっていうのはマインドセットの内容や日々の発信を口頭で言っていく、日々の発信とかね、マインドセットの内容、っていうかマインドセットの内容を発信してたり、いろいろあると思うんですが、台本を作ってですね、その価値提供をしていけばいいと。で、この価値提供に関しては、本当いつもの発信通りと思ってください。それをただ口で言うだけっていう感じですね。ただ台本を作ってないとうまく喋れないと思いますから、台本を作って得られるといいんじゃないかなというふうに思っています。で、一番ですね、みんながやりたいものがですね、この集客ライブだと思います。で、この集客ライブっていうのは、このライブの中では一番、ハードルは高いです。ただね、そんな難しく考える必要なくて、考え方一つなんですね。集客ライブの場合は、集客、セミナー集客につなげるためのライブになりますから、ゴールから逆算したライブをしていく必要がありますと。価値提供はスタート地点に立って、スタートから用意ドンで、あとはなるようになれって感じですね。ただ集客ライブは集客をするっていうゴール、この目的があるので、ここから逆算したライブにしていく必要があるってことです。もちろんだからこそ台本もよく作っていく必要があるんですが、今日ですね、マスターマインドメンバーには僕からのプレゼントで、僕がですね、実際にライブをやって、ローンチじゃないですよ、ローンチではなく通常のライブから4集客したライブ台本をプレゼントしようと思います。欲しい？いらない？僕が4集客した時の、本当の台本です。ここのメンバーに関しては全く同じ内容でやっていただいても別に構いません。中をちょっと書いてね、ちょっと解説をしていきますね。僕の台本の書き方から、流れをちょっと、全員見てますかね。で、まず、本題から、本題自体が、当然ペルソナに、突き刺すというか、ペルソナが興味持つタイトルに書いてます。当たり前ですね、これは。で、最初の5分っていうのは僕は始めません。例えば、21時から開始といっても21時5分ぐらいまでは僕は雑談してます。状況を見つつですが、雑談してたり、なんか適当なネタを話すんですね。で、そこから、もう本題に入っていく感じなんですが、
工程に前置きっつってですね、こうやってブワーってで、週刊現代っていうなんかとこからですね、この例えば実際メガバンクの経営陣はリストラの動きを加速させていてっていう、まあ、これが実際に何かの記事を引っ張ってきたんですよね多分。でそれは多分週刊現代だったってことなんですけど、まあ、それを普通に読んで、まあ、価値を提供していくわけですよ。僕の時代っていうのは本当大手銀行っていうのはエリートが行く場所だったんです本当に。で高学歴とかそういう人がね、鼻垂れみたいな人が行けない場所だったんですよこういうとこエリートっていうのはね。で実際にただそのメガバンク行ってね、名古屋で酔っ払いに絡まれたことがあります。錦ですね、まあ、絡まれたって変な意味じゃないですよ。夜中の2時ぐらいにラーメン食ってたら、隣にですね、なんか2人3人組ぐらいで来て、確か UFJ かなんかの課長だか部長だかで偉そうにしてましたね。でまあ僕もですね、絡まれたんでちょっと話したんですけど、君どこの大学とか言われて、いや僕東京なんだよみたいな。でも全然どこでもどうでもない、いや俺は敬語でねって、もう本当にねエリートって大学名で語るんですよ。すんげえ語るんですよ、どこの大学とか、あそうなんだとか、で同じ大学だと何期みたいな、何期に出てんのとか、そういう話を本当にするんですエリート人って、学歴高い人たちってね。ただそういう人たちがですね、まあ、偉そうにして、まあ、年収1000万ならなんだっていう話をその時もしてましたけど、実際そういう会社のね、銀行員がですねこうやってリストラになってるわけですよ。みずほは1万9000人、 UFJ は9500人、三井住友は4000人とかね、まあ、こういうデータを持ってきてますと、まあ、そういう話をしながら言ってるんですよ。でこうなぜこうなったかっていうと、まあ、終身雇用制度や年功序列はもう崩壊していて、 AI 化によって仕事がなくなってきていますと。で実際僕のね実体験として沖縄のパーティーで、こんな話を聞きましたとか、まあ、そういう実体験も入れていくと。で 3D プリンターっていうのがこの時僕も衝撃だったんで、やべ 3D プリンターで家が作れるのマジでみたいな、そんなのがあったんですよ。で本当なんでこれ、本当なんで、ぜひ見てみてくださいって言ったら、こういきなりこのライブで、あ今見たんですけどすごいですね、こう来て、本当 3D プリンターで家ができるんですよ、すごくないですかみたいな話をしながらこう進めていくんですね。でどんどん引きつけていってですね、まあ、本題にどんどんそのまま流れで入っていくと。で当時ですね、僕は副業 3.0 ではなくて副業でコンサルタントという、キャッチコピーで、1年近く活動していました。で、なので、まあ、こういう名前にしてますが、あとは一緒ですよね。選ぶビジネスモデルで成功の8割決まりますと。でテーマ1、副業で失敗しないための4原則ってことでね、これはもうみんなもよく見ているものだと思います。これはですね、実は副業 3.0 をやる前にテスト的に僕はやってたんですよ。自分の中で当然いろんなテストをしてたわけです。でこういうふうに書いていきました。でこういうのをね、ライズアップを例に挙げるとかですね、人から感謝されるビジネス、AI だと人とか人が関わらないでしょうと。であとは、やりがいっていうところを赤くしてますが、やりがいっていう言葉に反応するんじゃないかというところで、まあ、言い忘れないように赤くしてたりするんですね。でこうやって台本をバーってやってね、で次テーマ2、本業がありながらでも稼いでいくための4ステップ、でテーマ2に入るまでにここまでに30分を目安ですと、要は1時間を目標にしてたんで。でテーマ2、ここまでに入るまでにちゃんと30分以内になってるかどうかと、よくねセミナーを、すごく多いんですが、3時間つっといて3時間を超える人とか、それで失注します。本当に時間無限にあると思わないでくださいね。セミナーやってる側って必死だから時間を気にせずにね、とにかく貸し提供しよう、時間オーバーしても貸し提供しようっていうやるんですが、これはねマジでできないサラリーマン の役職者と全く一緒なんですよ。時間は有限、時間内に与えられた全てをやるっていうのがこれが基本なので、もしセミナーを3時間って言ってんだったら3時間で終わらす、4時間って言ってんだったら4時間で終わらす、これをオーバーすると本当チャンスをロスしますので、ライブも一緒です。ライブも1時間を目安にと言ってんなら1時間で終わらす、この意識をしていくことが大切です。でこのねテーマに入っていってね、4ステップ、4つのステップというところでね、昭和の4原則、昭和っていうのは商品作り、集客、セールス、カスタマーケア、サポート、まあ、こういう流れだった。なぜだったかっていうと、ネットが普及してこなかったから口コミ戦略だったんですよと。当時はね、雑誌とかテレビ、そういったメディアでしか広まらなかったわけですよと。でも今は、1人スマホ1台の時代です。インターネットを駆使すれば何でも
調べることができてできちゃうようになったんで、どうの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 っていうのがこう書いてるんですよ、ライブやるために。だから今令和の時代では、この4つの、ゴールデンステップという感じで僕はね、あの普及 3.0 は出てきましたが、そのゴールデンステップのなる前の原型ですよね、これが。でファン作りを手元に手前にも一番持ってくるんですと、これが一番大事なんですよと。でだだだだだだでトヨタの話、友人の例トヨタの話とかありますが、これちょっとあのなんとか読み取って適当にやってください。なんだっけな、覚えてね、なんかこうやってこういうメモを残してるってことです。時間があったら喋ろうみたいな。で、最後にですね、ここから先はこのやり方を実践して稼いでいきたいと、興味がある人だけが集中して聞いてください。副業でコンサルタント実践コースの具体的な内容になってきますと。よろしいですかという感じで、ここで切りますね、興味ない人を。で興味ある人を残らしておいて、では具体的なやり方ですが、まずファン作り、このファン作りはといつも通りですね、 SNS 攻略ガイドテンプレート、これはですね、もう普及 3.0 の原型がここからできていると。で次は商品作り、商品作りはですね、自分で商品を作るパターンと商品を売る2つのパターンがあります。で話していく。で、あだこうだ、あだこうだ。で、僕は X ジャパンが好きなんですが、ライブやるよってことすれば、痛いってなりますし、出すよって買いますってなります。単純ですよね。いろんなね、自分の比喩表現も絡めながらこうやって言って喋っていくわけです。で、最後、サポートですね。これも副業 3.0 の原型となりましたが、このサポート、お客様をサポートすると、これも簡単です。なぜならこうだからと。で僕はですね、副業 3.0 のセミナーでもね、iPhone11 に例えて喋っていましたが、その iPhone11 に例える原型はこのライブでできたという感じです。で、こうやってですね、最後に限定性を持たせます。限定性を持たせて、3名のみ、やったんだっけな、この時。3名のみってやったんですが、結果4名受けましたけど、本当に4名入ったという感じです。で限定性を持たせるってことも大事なので、締めはですね、限定性を持たして、こんな特典でやりますというところで、やりました。で僕はですね、当時個別のみしかやってませんでしたので、個別に関して5000円を2500円の半額にしますというところで、無料にしますってことは僕は絶対やりません、半額にしますというところで、募集をかけて、翌日の20時の24時までですと、簡単に言うと、というところで4名、申し込みが入った実績があります。これでこの台本で、でローンチ台本も作ってね、二重集客とかできたんですけど、あれはローンチなんでちょっと参考にならないです。こっちの方が参考になると思いますので、これを共有します。で全く一緒じゃなくてですね、自分のところのコンセプトを変えたり少しいじったりして、この内容をそのままライブやっていただいても構いません、このメンバーに関しては。ですので、ぜひライブに、挑戦していただきたいなとは思ってます。で、これがですね、このスライド、こっちのスライドをまた戻っていただきたいんですが、これが実際に僕がやった集客ライブ。逆に言うとですね、ここはね、細かく台本を作ってます。で、これがですね、集客ライブなんですが、これはですね、しっかり読んどいていただきたいんですけれども、集客するためのゴールから逆算した内容になっているというところに、しっかり読むと気づくと思います。もちろん時間がない中で計算して作ったんですけれども、こういったね、逆に作り込まないと集客ライブってできないと思うんですね。で、三浦先生ですら、こういう台本をですね、作ってたりもします。僕はかなり細かく、書いていたんですね。もう要はスクリプトの台本と同じぐらい、細かく書いたんですが、慣れてきたらそのキーワードだけポンポン並べていけばね、いいのかなと思います。